どうも皆さん、ガンプラ作ってますか？森の都のガンダマーガキオでございます。さあ今回はガンプラレビュー動画、機動戦士ゼータガンダムよりハイグレード144分の1、ガザ C をレビューしていきたいと思います。こちらのガザ C は2006年発売ということで、かなり前の HG となります。ちょうど同じ時期にこちらの一般機の空張りとなるハマーン専用機も発売されました。当時ハマーン専用機出てきた時テンション上がりましたよね。それではそんなガザ C レビューしていく。さあそれでは簡単にランナーチェックをしていきましょう。ガザ C はランナーはかなり少なくなっております。パーツの数もそんなに多くはございません。ホイールシールのほかマーキングシールも付属します。嬉しいのは簡易スタンドも付属するところっすね。はい、そんなわけで完成したのがこちら、機動戦士ゼータガンダムよりハイグレード144分の1、ガザ C です。改めて見るとほんと独特な造形をしております。いやもうほんとガザ C は作ってみて初めてその構造がわかるキットの代表格っすよね。あーこういう風になってんのねこの子って改めて理解できました。そして2006年のキットながら色分けも結構優秀な部類っすよね。まあ若干この紫の部分がもうちょっと濃いのかなとは思うんですが、十分な色分け素晴らしい。でまあ弱点というか年代的にしょうがないなっていうのがこういった合わせ目ね。ガザ C はこの脚部だったり、ちょっと見づらいけどこの腕部の部分とかに合わせ目が出てしまう。まあこれは2006年のキットって感じがしますな。で後ろから見るとこんな感じでございます。これまた独特、バックパックもここに合わせ目出ちゃうっすね。にしてもしっかりと造形されておりますね。いや後ろから見るとスカスカなんねこの子。それでは可動もろもろを見ていきましょう。ではまず頭部です。素晴らしく独特な頭部、この真ん中の部分はクリアパーツが使われております。で可動はというとほとんど動きません。若干前後に動くくらい、まあ構造的にこれが限界。続いて腕部です。腕部はポリキャップでの接続となっておりまして、シールドの干渉こそありますが肩はこの辺りまで上がります。肘はちょうど90度ぐらいまで。袖の部分シールだったんですよね。で腕部のシールド部分もフレキシブルに動いてはくれるんですが、角度的にはそこまでつけれないかな。でシールドの裏側にはビームサーベルが収納されております。で今ここにマーキングシール貼ってるんですけれども、見てください、曲線に貼っちゃうと結構シワクチャになっちゃう可能性があります。まあ無理して貼んなくてもいいかな。続いてボディ見ていきましょう。ボディは左右非対称な感じになっておりまして、で右側にこのセンサーとナックルバスターが直接装着されております。胸の部分は若干左右に動いてくれますね。でこういったところのチューブはラバーパーツなんですね。ちょっと経年劣化は心配で、ボディの可動はと言いますと、変形するから前後には動いてくれるんですが左右には動かせません。まあこれは構造上仕方ないですね。続いて脚部見ていきましょう。なんていうか若干ラバーパーツが取れやすいところはあるんだよな。股間の接続部分はボールタイプではなく三軸タイプとなっておりますので、ここがねちゃんと横に動いてくれます。で足自体はちょうど90度ぐらいまで上げることができまして、あこの子膝結構曲がりますね、いい感じ。そして足首周りですが、モビルアーマー形態に変形するためこのクロー状のパーツ構成となっております。なのでこのようにつま先をピンって伸ばすこともできますし、爪の部分もしっかりと稼働してくれます。最後はバックパック見ていきましょう。バックパックもほとんど動きません。まあ、この部分が動いてくれるのと、あとこの部分ですね、ここが動いてくれます。バーニアがちゃんと別パーツなんで塗装派の人はありがたいかもしれないですね。はい、そんなガザ C、 構造的にいろんな部分がグリグリと動くわけではないんですが、かなりプロポーションはいい方なのかと思います。結構再現度が高いっすよね。それでは武装周りを見ていきましょう。まずこちら、胴体に直接装備されているナックルバスター。ナックルバスターはこのアームの部分でしっかりと上下に稼働できますし、このグレーのパーツのおかげで左右にも動いてくれます。でナックルバスターを持たせるときは専用のハンドパーツを使用します。こんな感じですね。しっかりと角度がつけられて、これはかっこいいのではないでしょうか。そしてビームサーベルは黄色のクリアパーツ、短いバージョンが2本付属します。お、なんだ、ビームサーベルを構えているガザ C ってあんまりイメージないんですけど、かっこいいぞ。保持力はやっぱりちょっと昔のキットなんで少しプラつくとこがありますね。では最後にこの子の醍醐味、モビルアーマー形態に変形させていきましょう。なんと差し替えるのはこのハンドパーツの部分だけ、素晴らしいですね。ボディのこの部分はロックされている構造になっておりまして、ロックを外して上に上げます。でここで再びロックする感じですね。でナックルバスターをバックパックに装着させます。でシールドの向きを反対にしまして、でボディを前方に持ってきます。でその時に頭部にバックパック
パックをかぶせる感じですね。でシールドの角度を変えまして、脚部を後ろに回転させます。はい、こうすると砲台形態になります。砲台形態ってすげえな。あ、ちゃんと立たせることできますね。面白いですね。でさらにこの脚部を前方に持ってきてクロウを展開させると、はい、このようによく見るモビルアーマー形態のガザシーにすることができます。なんだろう、君ダンバインに出てきた。でこの子には簡易的な台座も付属しますので、これを使ってディスプレイすることもできます。はい、そんなガザシー、まあ気になるところはそこそこあるんですが、再現度がとにかく高いっすね。ハンドパーツの差し替えでほぼ完全変形のこのモビルアーマー形態、なかなか素晴らしい出来なのかと思います。はい、そんなわけで今回はガンプラレビュー動画、機動戦士ゼータガンダムよりハイグレード144分の1、ガザシーのパチ組レビューをお届けしてまいりました。17年前に発売された古い HG にはなりますが、かなり再現度が高いキットになっておりました。特に色分けに関しては今見ても全然優秀ですね。パチ組でかなりの再現度を誇ります。あとやっぱりモビルアーマーへの変形が手首の差し替えだけでできるのもポイント高いですね。まあ機体の構造上頭部とか腰とかはあんまり動かないですし、結構合わせ目も目立つところはあるんですが、とにかくプロポーションがいいので、今見ても全然悪くないキットなのかと思います。ガキオ的にはカラーリングはハマーン専用機の方が好きなんで、再販来た時はちょっと狙ってみたいと思います。今回は以上となります。また次回の動画もご覧ください。ガキオでした。